中蔵さん、しっかりおしよう。どうしたんだい？ああ、夢か。今、九七がここへ来て、俺の胸ぐらを押さえた。それはね、お前さんは気が弱いからそんな夢を見るんだよ。死んだ九七がなんでここへ来られるものか。それでも来たんだ。はいはい、奥間、向こうにある白いものは何だ？あれは私の寝巻きだよ。あんな白いものは取り込んでおいてくれ。さあ、これから中蔵が寝ると九七が来た、九七が来たという奉公人の耳へこれが入って、それから悪事が露見もしては一大事と思いました。奥間がある日中蔵に向かい、中蔵さん、そうお前さんのように毎晩うなされるとしまいには人に聞かれて二人の身の破滅にもなるだろうと思う。そこで私が考えたが、もともと九七が清野村の聡明台で50両大神宮へ代々を打ちに行くのを取ったのだから、お前さんがこれから大神宮様へ行って100両代々を打ってご祈祷をしてもらったらば、そのご利益で九七の姿が見えないようになるだろうと思うが、どうだろう。なるほど。それじゃあ奥間、そういうことにしよう。ここで中蔵は翌日宮川の我が家を出まして、大神宮様へ参りました。ただいまは宮川まで三宮鉄道が敷けて大層便利になりました。何しろ宮川から大神宮様まではわずかな道。中蔵は宇治波伊賀の神という神官のもとへ参りまして、代々をうちに参りましたものでございますから、よろしくという。すぐに取り次ぎの者が中蔵を広間へ通しました。しばらく経つとそれへ立ち入れましたのが、年齢42、3になる男、烏帽子下垂れを着しまして、これぞ藤波伊賀の神でございます。横手に机を控えて手代が一人ついております。手前が伊賀の神でござるが、代々をお家になるあなたは？私は宮川の者でございます。家内祈祷のために代々を家に参りました。それはご既得のことだ。して代々金は何ほど？100両でございます。お一人でお家になりますか？さよう、一人でございます。よしべ、それちょっと記しておけ。ええ、100両をしたためました。そこでお客人、表へお名前を書いて立て札をいたし、明日より3日神楽を奏してご家内のご祈祷をいたします。お名前は何と仰せられますか？さよう、宮川宿鳥の年男39歳とお印を願います。いえ、お名前は？いえ、私は名門のために代々をうちに参ったのではございません。近頃体が悪くなりまして、まことに困難もいたします。それゆえご祈祷を願いに出ましたのでございます。ただいま申しました通り、鳥の年39歳男とおしたためくださいまし。伊賀の神も感心した。今まで代々をうちに来たもので、一人で100両を出して、ことに匿名なものは一人もない。実に偉いと思いました。吉兵衛に申しつけ、帳面に記させ、ごゆるりとご休息なさいとそのまま引き取る。間もなく結構な料理を差し出し、吉兵衛がそれへついて万事もてなしをいたします。ご存知でございましょうが、今晩はこれへお泊まり遊ばして、明日から3日間お神楽をあげます。まことにつまらんものでございますが、一口召し上がっていただきたい。これはどうもとんだごちそうになりまして、ありがとう存じます。そこでこれから中蔵も酒屋の主だから飲める口、吉兵衛を相手に浮世話をしながら酒を飲む。まもなく食事を済みますと、もう夜分でございます。旦那様、ちとお早いようでございますが、だいぶご酩酊のご様子でございますから、お休み遊ばしたらいかが？さよう、
それでは伏せることにいたしましょう。お休みなさるならこちらへおいでください。と案内をしてまいりました一間。剣舞の夜のもの、それに結構な水差しがギアマンの水飲みとともに黒塗りの盆の上に備えてあります。霧の胴丸の火鉢に池田の霧積みを生けて煎茶道具が一切ございます。寝巻きももちろん柔らかもの、鋳造もかねて話には聞いたが大層手厚き取り扱いをするものだと感心した。旦那様、私はお次に寝ておりますから、ご用の節はご遠慮なくお呼びください。もしもし、あなたのお名前は？吉兵衛と申します。ああ、さようですか。ところで、吉兵衛さん、どうでしょう。お休みなさるなら、私のそばへ寝てくださることはできますまいか。と申すは、私はとろとろと寝ますと、うなされるのが病でございます。その時に起こしてくださるものがないと苦しみまして、明日は体が使えません。どうか一つそばへ寝ていただきたいもので。かしこまりました。それではおそばに休むことにいたしましょう。ここで鋳造吉兵衛、床を並べて眠りました。鋳造は今夜も夢のうちに九七が来るかと思い、例によってうなされたら、吉兵衛に起こしてもらう心で床に入りましたが、酒の勢い、前後も知らぬ高い引き。もしもし、旦那様。はい。ああ、何か私が申しましたか。うなされましたか。いえ、そんなご様子はございません。私も昨晩あなたのお話を聞いておりましたから、時々目を覚ましましてご様子を見ましたところが、よく寝ていらっしゃいます。もうこれ5つでございましょうから、大きなすってよろしいと存じます。はい、夜が明けましたか。と言いながら見ると、庭にいっぱい日が差しております。昨夜に限って夢を見ない。久しぶりで鋳造が心持ちよく眠りました。はあ、ありがたい。夕べの夢に九七を見ないのは、これも大神宮様のご利益か。と大層喜びましたが、神は非礼を受けず、悪人に利益を与えるわけはない。例えば鋳造が千両万両の金を納めて祈ったところで、何利益を与えましょう。ゆうべ九七の夢を見ぬのは、己の精神の作用でございます。その日から、神楽を奏し、祈祷をいたします。ただいまのお方はご存じございませんが、昔大神宮様へ金を納めまして祈祷を願うのを代々を打つと申しまして、なかなか手厚いご馳走をしたものでございます。すると吉兵衛という手代が、旦那様、今晩は古市へお遊びにご案内をいたします。今晩一晩は手前どもの方で一切入り用は持ちます。明晩からお遊びにおいでになるにはご自便で願います。今晩だけは決してご散財はかけません。そうでございますか。それでは今夜一晩、久しぶりで古市へ参りましょう。夕方からご案内をいたします。そこで鋳造を連れて時刻を計り、古市の油屋喜右衛門方へ参りました。備前屋油屋などは古市有名な貸座敷、今日も残っております。俗に伊勢音頭と申しまして、大勢将棋がお客の前で踊ります。そのうちで別品をお客が見立てる。ただいまはだいぶ小塚が古市へ参りまして、この踊りを見ては喜んでおりますが、藤波伊賀の神のところより今宵客を連れて行くから、器量のいい行儀正しき女を相方として出してくれとかねて申し込みがございますから、主喜右衛門が誰がよかろう彼がよかろうと調べてみると、宮川の在清野村百姓九七の娘お梅、3年前に身を沈めて当時は八重梅と申して大層客を大事にする
評判のいい女で、ことに器量もよろしい。これがよかろうと気がつきましたから、喜右衛門が八重梅を内緒に呼んで、今夜藤波さんからお客が来る。相方はお前と決めておくから、助裁もあるまいが大事にしてくれ。で、昼のうちにゆっくり寝ておくようにしろ。はい、承知いたしました。と八重梅は昼のうちに寝ておこうと座敷に参りまして、枕についたが、どうも胸騒ぎがして眠られない。今宵の客は大事だ。夜寝てしまうようでは務めができぬ。なんとかして昼間寝ようとしたが、どうしても寝られない。不思議なことがあるものだと思ううちに日は暮れる。まもなく藤波の手代吉兵衛がついてお客が参りました。自分はすっかりお作りができておりますから、その座敷に出て取り持ちをする。今年十九で油屋で一と言われる女、いかにも品格がよろしい。藤波の手代吉兵衛が芸者の弾く三味線に連れて小唄を歌い、または怪しい踊りを見せまして、太鼓持ち代わりになかなか器用なこともいたします。そのうちに座敷が引けて、八重梅の部屋に参って、鋳造は眠ることになりました。ところがどうも八重梅が鋳造のそばにいるのが嫌だ。そのくせ鋳造はなかなか美男でございまして、年よりは若く見えるたち。ことに口数も聞けず、おとなしくちょっと女に愛されるようにできておりますが、これが八重梅は嫌でたまらない。鋳造は酔っておりますから、枕につくと高いびきで寝てしまう。八重梅は長らうの着せるをついて、枕元にしょんぼりと座っている。次第次第に夜は更け渡り、ただいまで言う午前2時、昔のやつ、殺しも10月の初め、ほうどっというさよ嵐に、表二階の戸にバラバラッと当たる落ち葉、酔いの騒ぎに引き換えて油屋がしっそりといたしました。その時八重梅が眠るともなくトロトロッとすると、父の九八がそれへスッと現れました。お梅、今夜来た客がわしを殺したもので、お前のためにはほやの敵じゃ。と驚いた八重梅、あたりを見たが、別にこれに人の来た様子もない。客を見ればよく寝ております。さても不思議なことがあるものだ。3年前にこの油屋に勤め奉公に来て、その後様子を聞けば、お父っつぁんは気が違って村内を出て行方知れずになったとのこと。ハラスの鳴かぬ日はあるが、一時返事も忘れたことのないのはお父さんの行方。私がここへ勤め奉公したは、清野村の代々金50両を宮川の小袋屋という居酒屋で取られたがもと、普段お父さんのことばかり思っているから、今のような嫌な夢を見たのであろう。何にも知らないこのお客を敵だなぞと思ったは、たとえ夢でもすまぬこと。言いながら見る気もなく向こうを眺めると、絹張りの丸あんどんのもとへ座っているのは親の九七。ひげはぼうぼうと伸び、酒焼きは森のごとく生え、首へ二筋の縄を巻き、細い手を出して鋳造の方へ指をさしております。お前はお父っつぁん。という途端、おお九七、勘弁してくれ、これが悪かったと上言を申しました。これを聞いた八重梅、さてはこの者が父の仇かと思うと、ムラムラと逆上をいたし、ひらり廊下に踊り入れ、内緒に参りまして、人のおらぬが幸い、カミソリを二丁を持って参り、それを絹糸で結び、客の枕元に進んだ時、九七、許してくれ、親の仇覚悟しろと
喉元深く差し貫いた。ひゃっとたまぎる声。何事が始まったかとこの部屋に駆け込んでくる二三人。いや、大変だ。無理心中じゃ。と騒ぎ立てる。さあ、油屋喜右衛門驚き、藤波伊賀守の手代吉兵衛と共に駆けつけ見ればこの始末。旦那さん、お騒ぎなさるな。親の敵を討ったのでございます。八重梅、お前気が狂ったか。なんでこのお客が親の敵だ。今九七がこれに現れて、このお客が自分を殺したものであると申しました。それにお客も九七勘弁もしてくれと上言を言ったのが何よりの証拠。それゆえこの人を刺し殺しました。という喜右衛門驚いて捨ておけませんゆえ、夜明けを待ち、与田町奉行大岡忠右衛門に訴えました。ちょっと申し上げますが、上田と書いて与田と読ませます。巻方と書いて平方と読ませ、長国寺と書いて長谷と読ませる。これらはそう読むべき理由があって読ませるのですから、差し支えはございませんが、随分我々のような富岳な者が見ても間違った看板がございます。ただいまはございませんが、両国に八花園と申す薬を売る家がございました。そこの看板に金で八花園と書いてありました。白状の白に貨物の貨、白貨ですから白貨でなければいけません。それが八花園はおかしい。昔今王子道さんという学者に、鞍馬道の商人が霍乱の薬の看板を書いてくれと頼みました。その時に道さんが霍乱の薬と金で書いてやりました。するとその商人が、先生、霍乱の薬でございます、霍乱ではございません。いや、なるほど、霍乱が本当には相違ないが、あの辺は粗末な族が多くいるところで、方言で霍乱のことを霍乱という。それゆえ私は霍乱と書いた、と申しました。これらは知っていて故意にとぼけたのですから面白い。この与田町奉行大岡忠右衛門が八重梅を呼び出して調べてみると、全く親の敵を討ったという証拠は何かと聞くと、九七の幽霊と夢と客の寝言が証拠だという。このくらい薄弱な証拠はございません。幽霊と夢に寝言なぞはすこぶる大岡忠右衛門殿も解決に困りました。